いつもロペラーアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルメルセデスベンツ C200AMG ラインレザーエクスクルーシブパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントのボンネットに若干の飛び石があり、助手席側のドアのドアエッジの部分に若干の傷がございます。またアルミホイル4本ともに小さな刈り傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万5000キロ走ってはおりますが、良好な状態を保っております。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはレッドレザーの非常におしゃれな組み合わせとなっております。こちらの C200 ですが、パッケージオプションが非常に充実しております。 AMG ラインが装備されておりますので、よりスポーティなデザインをお楽しみいただけますし、レザーエクスクルーシブパッケージも装備されておりますので、フルレザーによる高級感あふれるインテリア、また快適な機能性も兼ね備えた1台です。ヘッドライトは標準で LED のヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては、2リッター直四ターボエンジン、馬力は184馬力を誇りますので、十分な走行性能を持っております。アルミホイルは AMG ライン専用18インチのアルミホイルが装備されております。では続きまして、トランクスペースご紹介させていただきます。レザーエクスクルーシブパッケージが装備されておりますので、トランクはハンズフリーアクセスが備わっております。このように足を入れていただきますと、トランクは自動で開閉が行えます。コンパクトなボディですが、スペース十分に確保されておりますし、後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。全体的に目立った使用感もなく、非常に綺麗な状態を保っております。では続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートはレッドレザーが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。ではエンジン始動していきます。ステアリングは専用のスポーツステアリングが装備されております。パドルシフトも装備されておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。またディスロニックプラスをはじめとしたレーダーセーフティーパッケージも備わっておりますので、安全機能も非常に優れております。ナビゲーションは純正ハードディスクのナビゲーションが装備されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとバックカメラも装備されております。フロント両席シートヒーター備わっておりますので、冬場でも快適にドライブをお楽しみいただけます。インテリアのパネルに関しましては、ウッド調のパネルが採用されておりますので、メルセデスベンツらしい高級感を際立たせております。また走行モードに関しましては、こちらのダイヤルで5段階で設定が可能ですので、よりスポーティーな走りお楽しみいただけます。ナビゲーションの操作に関しましては、コマンドシステムもしくはタッチパッドが備わっておりますので、非常に利便性に優れております。では続きまして、後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、非常に綺麗な状態を保っております。パノラマサンルーフも装備されておりますので、非常にスペースは広く感じます。先人男性の方でもゆったりとドライブをお楽しみいただける1台です。また気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いといたしませんので、ご安心いただければと思います。では今回は2015年モデルメルセデスベンツ C200AMG ラインレザーエクスクルーシブパッケージをご紹介させていただきました。走行距離約1万5000キロ走っておりますが、内外装ともに良好な状態を保っております。新車保証も平成30年の10月までたっぷりと残っておりますので、まだまだ安心してお乗りいただける1台です。 AMG ラインレザーエクスクルーシブパッケージをはじめ、パッケージオプションが非常に充実しておりますので、よりスポーティーなデザイン、快適な走りをお楽しみいただけます。装備が非常に充実しておりますので、リセールバリューにも期待できる1台です。大人気のモデルでございますので、ぜひともこの機会にご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。